いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？出会ったばかりの人と関係を深めるには多少の時間がかかるものですが、異性に対して恋愛対象に入るかどうかの判断は第一印象である程度決まってしまうようです。そこで今回は10代から30代の独身男性197名に聞いたアンケートを参考に、出会った瞬間に恋愛対象外だなと思われてしまう残念な女性の特徴9パターンをご紹介します。 1. 明らかに太りすぎ、痩せすぎなど極端な体型をしている。バランスが悪すぎる人にはそこばかり意識が向いてしまう。20代男性というように、太りすぎはもちろん、痩せすぎな体型も男性の恋愛意欲を失わせるようです。無理して過激なダイエットに取り組むよりも、健康的な体を維持した方が幅広い男性に受けるでしょう。ニッファッションや髪型に気を使っておらず、清潔感に欠ける。おしゃれじゃなくていいけど不潔なのは勘弁。20代男性というように、身綺麗にしているかどうかを重視する男性が多いようです。肩のフケや爪の汚れなど、わずかでも不潔な点があると男性以上に目立ってしまうもの。外出前は全身をしっかりチェックしましょう。3. のっけから誰かの悪口を言うなど、話していて不愉快である。とりあえず性格が悪そう。10代男性など、悪口や噂話を垂れ流す女性はそれだけで評価を下げてしまうようです。内輪でこっそり話すならともかく、堂々と他人をこき下ろすような発言は控えましょう。4. 汚い言葉を使うなど、ダサつな話し方をする。美人でも喋り方が下品だと萎える20代男性というように、乱暴な言葉遣いやガハガハ笑いは男性の気持ちを冷めさせるようです。初対面であればこそ、なおさら正しい日本語を意識しつつ、女性らしい穏やかな話し方を心がけたいものです。